辻吉慎二です。よろしくお願いします。はい、星野です。よろしくお願いします。辻尾ラジオは元プロサッカー選手の辻尾慎二が制限金沢の試合を中心にサッカーを楽しくお伝えする番組です。さあ、もうちょっとね、疲れました。疲れましたね。まあ金曜日にね、制限ナウに野々村チェアマンがね来てくださったでしょ、はい、で僕ね、あの特に緊張してなかったんですよ、はい、なんかいろいろこう映像を見ると、うん、すごく気さくな方だろうなっていう感じだったので、はい、緊張してなかったんですけど、終わってからめちゃくちゃ疲れちゃってやっぱりどっかに気張ってたって気づかれやろうなと思いながらいたんですけど、はい、いやめっちゃ疲れたわと思って、はい、でね、土曜日、まあ、試合やって、はい、あの星野さんどこで撮ってたんですか、この前ゴールラ。あ、ゴールラすか、はい、結構寒かったじゃないですか。寒かったです ね、はい、でその頭で行ったら、あのピッチサイドでこうカメラ回してたら、うん、やっぱ西日がねまたきつくて、はい、あらまた暑いわと思って、はい、だからもう家帰ってもうすごい疲れちゃって、はいはい、土日寝てましたね。あ、そうですか。土日、うん、日曜日か昨日2回昼寝しましたもん。あ、相当疲れてたんですねでね、金曜日、うん、制限ナウに野々村チェアマン登場でしたけど、はい、どうでした？いや、僕も緊張しましたけどねでも本当に気さくな方で、そうですね、うん、もちろんその立場的には偉い方ですけど、うんうん、もうそんな選ぶこともなく、はいはいはい、もう皆さんのこう受け入れるというか、うんうん、そういう人柄がすごく感じられて、はい、うん、Gリーグの未来は明るいんじゃないかなと、はい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 、感じましたけどね。辻さんめちゃめちゃ緊張しとったんですよね。緊張しましたよまあ選手としてもまあ先輩になるのか、まあ、もちろん J リーグの先輩でもありますし、まあ、僕現役の時に何度か解説もしていただいたことがあったりとか、僕は一方的に知ってたんですけど、うんうんうん、まあ、話したらあの僕のことも覚えてくださってて、まあ、嬉しいなと思います。あのサイドバックの選手だろって感じですか。あ、そうですはい、あの野々村さん結構辛口で喋ること多いんですけど、うん、ほうほう、褒めていただいたこともあって、あ、はい、めっちゃ覚えてるんですって言ったら、あ、それは覚えてないわって言われて褒めたことをねなんかあの控え室にね、うん、チェアマンがいた時に、はい、ちょっと長いこと話しとったんじゃないですか。ああ、しました。ね、そうですよね、はい、あれなかなか帰ってこんわと思って、はい、まあなんかいろいろ J リーグのこととか、うん、この間の山形の試合のこととか、はいはいはい、いろいろ喋ったり、うんうん、チェアマンなんて早々だったじゃないですか、はいはいはい、なんかいろいろ大変やったみたいですけどねやっぱり初ゲストがねチェアマンってことで ねびっくりでしたけど、ね、そうですね、はい、まあ、見てくださった皆様、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、6試合ぶりの黒星となった甲府戦なんですけれども、はい、この後ちょっとじっくり振り返っていきましょうかね。はい、辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りします。それでは J2 第10節になりますね。制限金沢対ヴァンフォーレ甲府の一戦を振り返っていきたいと思います。まず松本博也選手復帰しましたね。パフォーマンスどうでしたかね。そうですね、おそらく怪我か何かで1試合休みましたけど、うん、まあ、はい、まあやっぱりいるとバランス取れますし、うんうん、っていうところはありましたけどね。そこまでボールを触る機会多くなかったので、うん、っていうところはありましたけど、はい、まあ、まあやっぱり松本博也選手がいた方が全体のバランスっていうのはいいのかなっていうのはね、うんうんうん、はい、感じますね。そうですね、はい、まあ、そしてこの試合ですけど松田選手がね、うん、サイドバックではなくセンターバックということで、はい、これどんな意図を感じましたかね。そこなんですよね、なんでそこいじったかなっていう感じなんですけど、うんうん、まあリーラー選手のところの推進力なのか、はい、長谷川選手にセンターバックのところで潰しに生かしたかったのかとかっていう意図かなと思いますけど、うんうん、どうなんですかね。まあ、連戦も続いていくし、はい、まあ、ちょっと試しにやってみたかったのかなっていうところもありましたけどね。そうですね、まあ、大分戦すぐあるので広井選手を休ましといて、はい、まあ、水曜日で使いたいとかいう意図もあったのかもしれないですけど、はいはい、まあね、結果的に3点取られたので、うん、よくはなかったかなという、ね、はい、ところはありますよね、うんうん、まあ、試合後のインタビューでもね、監督は守備は普通にやればよかったなっていう、はい、ありましたね、うん、でしたけどもね、まあ、それがその選手の入れ替えなのか、うん、若干そのプレスのかけ方なのか、はいはいはい、まあ、そこはちょっとわからないですけど、あ、まあ、でもやっぱり広井選手いなくなったことによる弊害はかなりあったんじゃないかなと感じましたけどね。なるほど、まあ、毛利選手がね、右のサイドバックに入って、うん、はい、で、まあ、シーズン前からね、うん、長峰選手左、まあ、毛利選手の右っていうのも、はい、まあ、あるんじゃないかっていうお話はしてましたけれども、うん、ちょっと昨日はあんまりしてなかったかなっていう風に見えましたけどね。そうですね、まあ、毛利選手まだ今一つコンディションがっていうところなんですか、うん、試合感というか、はいはいはい、っていうところはちょっと物足りないのかなっていう印象はありましたね、うん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 、まあ、ここ最近松田選手がかなりいいっていうのもあったので、はい、うん、右の推進力という
か、うんうん、攻撃的な部分ではちょっと物足りなさあったかなっていう感じでしたね。はい、うん、あの前節の水戸戦もだったんですけど、サイドバックがそんなに両方とも上がりきれないシーンが多かったような気するんですよね。この試合はどうでしたかね。まあ上がれないというか、まあ逆にだからここも表裏一体ですけど、うん、ビルドアップの時に高さ取らずに自分のプレッシャーを受けないように低い位置で受けるので、うん、なかなか前に上がれないっていうのはあったりするんですけどね。まあそこももうイニシアチブの取り合いなので、はい、もう少しこう高い位置取ってわざと相手に捕まえさせるというか、うん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 、っていうこととかあったりすると中にボールもう少し差し込んだりできるかなっていうね感じますけどね。ここまでどうですか、10試合終わりまして、はい、まあ、シーズンも約4分の1が終わったっていうねところですけど、うん、はい、やっぱ相手もスカウティングはしてくるでしょうし、はい、もう金沢の特徴として結構そこがストロングポイントになってるんじゃないかっていうところでケアしてるのかなっていうのもありますけど、うん、そうですね、あのビルドアップの時はやっぱり中盤の形ちょっといじって、うん、藤村選手アンカー気味になるので、うんうんうん、まあ、あのサイドバック上がるスペースが出てくるんですけど、うん、まあ、そこは相手警戒してますよね。あ、うん、なるほど、ね、まあ、でも甲府はあれですよね、まあ、あの前半に10分に左のストッパーの北谷選手が、うん、まあ、怪我なんですけど、はい、まあ、そこ交代したことによって良くなりましたよね、うん、あ、これね監督も言ってましたね、これでちょっと捕まえきれなかったみたいな話もしてましたし、そうですね、あの須貝選手が右のストッパーに入ったんですよね、はい、それで左のワイドの選手が、はい、まあそこからね出てこられるとねなかなかね捕まえれないんですよね。うん、でうちのセンターバックはあのスペースっていうよりかどっちかっていうと人を見るので、まあ、後ろから入ってくる選手に対してはそれほど警戒してないというかね、はいはいはい、まあ、自分のマークの方が優先順位高いので、うんうん、まあ、そこはちょっと狙われてたかなっていうね、まあ、2失点目ですかね、はい、は特にそうですけどね、うんうん、まあ、後半も何度かあそこのスペースとうちのサイドバックと庄司選手のところねのスペース狙われてましたけどね、うんうん、あれはちょっとこれから注意しなきゃいけないところかなっていうのはね感じますね。菅井、はい、選手は、うん、選手交代があった後はとストッパーだし、まあ、センターバック、はい、一番後ろですよね、はい、だけど前に来るっていう、そうですね、うん、まあ攻撃でストロングがある選手なので、うんうん、まあ、もしかすると守備のところは脆いところがあったのかもしれないですけど、うんうん、それはあまり感じさせず攻撃で自分の色を出してきてたのでかなり嫌でしたよね。なるほど、はい、甲府のそこはもう狙いなんですかね、菅井選手にある程度前に行ってもいいよっていう、いやどうなんですかね、練習でやってるんですかね、まあ、普段は多分ウイングバックしかやってないんじゃないですか。あ、まあ、右の関口選手との絡みとかも良かったですしね、はい、うん、そのあたりの連携も、うん、いややってるのかな、やっぱり練習で、うん、やっぱやってるんじゃないですかあそこまでスムーズだとそう感じましたよね。まあ、金沢は結構その後ろからサイドバックが斜めに入ってきて真ん中入ってくるとかっていう動きに去年からもうずっとやられっぱなしというか、うんうん、はい、去年だったら誰だろう、大宮の真渡選手とか、真渡選手とか、あと山形の、はい、半田陸選手とか、うん、結構混乱して、はい、この甲府戦みたいなああいう失点のパターンって多いかなっていうふうに思うんですよね。そうですね、まあ、マンツーマン気味なので、はい、より後ろから上がってくる選手に対しては捕まえづらいですよね、あれは、まあ、あれだから島田選手2失点目ですけど、うん、島田選手のマークでしたけど、うん、あれね、あの内側取られるとねついていけないですよ。 ね、あれは無理です、内側からこうインナーラップっていうんですかね、まあ、なのでその後ろから出てきた選手に対してはある程度センターバックにこう見させるっていう方がこれからはいいのかなと思いますけどね。なるほど、はい、1失点目はまあちょっと、サイドにボランチ引っ張り出されて、そうですよね、1対1突破、あ、そうかそうか、藤村選手が剥がされてか、はい、そうですね、うん、まあそこの1対1はやっぱり不用意ですよね、別に奪いに行かなくていいシーンなので、はいはいはい、まあ、ちょっと相手が下げようかなっていうところに食いついちゃったので、うんうん、逆取られて剥がされましたけどね、うんうんうん、まあそこの1対1とあと毛利選手が近くにいたんですけど、うん、まあ、毛利選手も自分のマークに引っ張られてたのでもう2メーターぐらい藤村選手のカバーを気にしてたらもしかしたら抜かれた後にスライディングでいけたのかなっていうのはね、うん、感じましたけど、うん、まあ、そのあたりもこう人中心の守備のちょっと弱さというか、なるほど、が出たのかなっていうところありますよね。まあ、前半のね短い時間で3失点なんですよね、うん、そうですね、バタバタっとねやられちゃって、まあ、あのだからあれですよね、コーナーからの3失点目がちょっと余計でしたね、うん、2失点したところであの1点差で前半終えてればまた違う流れになったのかなっていうのはね、うん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 、思いましたけどね、あそこでちょっと耐えきれなかったっていうのは、うん、はい、痛かったですね、はい、うん、
うん、得点の話してなかったね、先制点の話。ああ、そうですね。あれ良かったですよ。あれはめちゃくちゃ良かったですよ。庄司から、あ、そうですね、縦パス島田選手に入って、うん、島田選手のスルーパス1本、うん、まあ、あれはね見事でしたよ。うん、まあ、あの縦パス、まあ、リラ選手がそこまで守備の意識背中で消すっていうところないっていうところと、うんうん、まあ、島田選手が相手のね中間ポジションというか、うんうんうん、立ち位置のところでスムーズにスッと前向いて、うん、スルーパスまでイメージできてたんじゃないかね、あれは。で林選手ね、うん、林選手も自分の形に持っていきましたよ ね、 ね、ファーストタッチで、まあそこうまいっすよね、あのシュートね。いやー、うまかったっす。得意なんでしょうね、あの形ね。うん、うん、まあ、わざとちょっと右に角度つけといて、うんうん、キーパーのポジションちょっとずらしといて、うんうん、逆サイドに打ち込むっていうのね、はいはいはい、うまいっすよね。うまかったっすね、林選手は。うん、今シーズン3点目ですね。うん、まあ、後半ですよね、うん、ある程度こう修正というか、何がこう変わりましたかね、後半は。後方がまあちょっと若干後ろ重心になったかなっていうのはありましたけどね。うんうんうん、後半はだいぶ攻撃の形っていうのもバリエーションが飛んで、そうですね、でしたね。うん、でまあ豊田選手はね、はい、12分ですか、はい、ゴールするんですけど、うん、まあ、長峰選手がね、うん、クロスのまあ質がすごくいいっていうのはそうなんですけど、はい、あんだけやっぱ入れられるっていうことは何が要因ですかね。うん、まあ、あの上がるタイミングとかも、うん、良くなってきたっていうのもありますし、うんうん、まあ、試合に慣れて自分の良さ出せるようになってきたんじゃないですかね。うん、まあ、あのやっぱあの左足は武器なので、はい、もうどれだけあの左足を振れるかっていうのが、うん、まあ、彼 の、 その選手の価値をどう高めるかっていうところだと思うのでね、うん、いや楽しみですよ。うん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 、まあ、ただ本当に何回か言ってますけど、まあ、続けることは本当に難しいのでね、うんうん、いいパフォーマンスを何試合も続けることもそうですし、うん、シーズン通してもそうですし、うん、まあ、シーズン何シーズンも通してっていうのは、うん、本当に難しいことなので、うんうん、まあ、より上を目指してというか、はい、自分のパフォーマンスを突き詰めていってほしいなとね、うん、思いますけどね。まあ、でもね、豊田選手のヘディングさすがやったな。あれはね怖いですやっぱり。もうファーで待たれるとね、守備からするとね、もう本当に嫌だと思いますよ。うん、ね、強靭な肉体がやっぱここで、はい、出るっていうのがね、はい、見て取れるそういうシーンでしたけれども、うん、まあ、トヨコプター今季3期目が、はい、どっちでしたっけ、離陸でしたっけ。離陸じゃないですか、離陸でよかったでしたっけ、多分飛び立ちましたと、はい、この試合ね、試合始まる前にヘリコプター飛んでたんですよ、上にバラバラ。あ、そうなんですか。おお、来たわ来たわと思って、はい、吉兆かとか思いながら、まあ点はね取ってくれたけど、はい、まあ、残念ながら試合には負けてしまったということで、はい、いやでも後半ね、あの、うん、コーナーからかな、直接入りそうなやつで、うん、キーパーがちょっと弾いて、でも大谷選手ファール取られたっていう、はい、ね、あのシーンとかも本当惜しかったんですよね。そうですね、まあ、あれはどうなんですかね、まあ、どっちでも取れるっていう感じですよ ね、 そうですね、取られてもおかしくないなっていうところだったんで、はい、難しいところではありますけどね、はい、ということでね、6試合ぶりに負けということで、はい、でまあ、ホーム戦では今季まだ未勝利というところなんですけれども、はい、いやなかなか勝てんもんですね、ホームでね。そうですね、うん、でもなんやかんやってアウェーでも負けてないわけでしょう、はい、3勝2分けか、アウェーで1回も負けてないですね、負けてないので、はい、どっちも負け続けてたらね、それはね、うん、もう下の方にいるけど、はい、まあ、アウェーでももう勝ってくれれば別にホームでいいわと思って、うん、うん、いやダメっすよ。まあ我々運営側からするとやっぱりね、まあホームゲームが全てなので、まあでもいい試合してるしな。そうですね。得点の匂いもするし、うん、それはそう、本当に内容的には悪くないと思うんでね、うん、まあ、ただこう勝てない試合が続いてくると、はい、選手のメンタル的なところも落ちてくるし、うんうんうん、まあ、内容も絶対悪くなってくると思うので、はい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 、ずるずる引きずらないことが大事ですね。はい、ということで甲府戦負けまして、はい、順位は、11位になったのかな。で、ここからはね、水曜日のアウェー戦ですよね、大分、うん、かつて辻尾さんも所属した大分ですね、はい、まあ、今季は出足はちょっと調子良くなかったですけど、はい、2連勝になったのかな、2連勝で7位浮上ということで、さすがにね J1 経験したチームというところで、そうですね、うんうん、立て直してきましたよね。まあいい選手いますからね、たくさんいますよね。でまあ今年監督変わったばっかりなので、ああそうですね、まあ少し時間はかかるのかなっていうのね、うん、とこはありますけどね、うんうんうん、そうですね、はい、大分戦がまあ水曜日にあって、はい、でね土日がね試合がないんですよね。これはまあ大分のカップ戦の影響というところらしいです、うん、ああなるほど。なんで大分と徳島と対戦するチームがここの4月20日の水曜日に試合があって、あそういうことですね、うん、そういうことらしいです。
で梅雨源はちょっとここ特殊で4月20日の水曜日に試合があって、その次が4月27日の水曜日、はい、アウェー琉球ですね、はい、で琉球はね絶不調ですね。今最下位になっちゃった。今年は調子悪いですね。主力がねだいぶ、まあ、抜けたっていうところもありますけど、はい、どっちか取りたいですね、うん、いやどっちもでしょう欲張りますね。いやいや大分もね、はい、そのカップ戦の影響で結構連戦になるんですよね結局。あ、はい、そうですね。まあ、なので勝ちたいね、うん、まあ、勝ち点4ポイントぐらい。いや6でしょここめっちゃ欲しがってるじゃないですか。いやいやアウェー強いんやったら全部勝ってこいっつって、なあ、うん、今シーズンも全部勝てばいいはい、でもここのねアウェー2連戦本当大事で、はい、5月はね7試合あるんですよね。ね、大変ですからね、ホームが4試合もあるというところなので、はい、まあ、先週も言ったかな、去年は5月に1勝もできなかったんですよ、はい、スカウティングが進んでここで対策をいろいろやられてきたのかなっていう感じで全部勝てなかったんで、はい、だから5月は本当大事、ここの7試合、うん、アウェーあと2試合合わせて9試合かここからの、はい、ここでねいくつ積み重ねられるかで、うん、その後の戦い方ちょっと変わってくるかなっていう感じですけどね。じゃあ5月でもうほぼ半分なんですね。そうなんですよ早いですよね。早いですね、めちゃくちゃ早い、はい、4分の1終わったのも早いなと思うんですけど、ね、本当に、まあ、ここからねシングルさらにその上のねプレーオフ圏内ということを考えると、はい、ここからの戦い本当大事ですよね、うん、大事ですね。全勝でいきましょう、全勝で、はい、はい、もうそしたら昇格ですね。いや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 横浜 FC 強いっすよねえ負けなしですよ、まだ負けなしですからね。小川浩輝選手2得点でもう2桁なんですね10戦10発これすごすぎますね。すごいですね、乗ってますよね、うん、まあボール集まるんでしょうね今ね。いや横浜 FC 本当独走なんですよね、うん、2位と勝ち点差が8なんで、はい、で群馬がまた調子がいいんですよこれは。そうですね、3連勝で4位に浮上ということで、グイグイっていきましたね、うん、はい、まあ、失点がね少ないんで、うん、かなり鍛えられてる印象ですね、うん、まあ、ちょっとね今、辻尾ラジオ、はい、松江県金沢の試合を中心にやってますよね、うん、はい、でエクストラタイムという形でね、はい、清水エスパルスの話もしてて、うん、ちょっと予習というか、うん、次の試合の節の予想の番組もちょっとやろうかなと思ってて、はいはい、お互いにねその全試合予想して、はい、スコアも全部予想して、はい、まあ、ハイライトとか別に見なくてもいいんですよ、うん、なんとなくこう調子いいから、まあ、1、2ねとか、はい、そんな感じでもいいんですけど、うん、なんかちょっとそういうのもやっていきたくて、はい、でトトの予想もちょっとやります。ああいいですよ。でそれもガチで買って、まあ、ただ僕買えないんですよトト。あ、関係者やし、はい、あそうなんですね。そうなんですよ、僕あの現役の時はもちろん買えなかったんですけど、はいはいはい、よしこれで買えると思ったんですけど、うんうん、ダメらしいです。あそうですか、はい、クラブ関係者ダメってこと。ダメですね。そっか、まあそうだよな、まあ一応ね、あいろいろあるんでね。じゃ じゃあトトはやめときましょう。トトはやめときますか、うん、あだったら番組の制作費にと思ってたんですけどやめときましょう、はい、じゃあ番組の中で、はい、その勝手にポイントつけて、はい、番組の中で楽しむ分には別にいいよね、まあ、全然もちろん、うん、そこは大丈夫ですね、はいはい、じゃあなんかねそういうのもやっていこうかなと思ってるんで、はい、誰かもう一人ぐらいね、うん、入れてなんか盛り上がれたらいいなと思ってるんです、うんうんうん、誰かいますかね、なんかレギュラーでこうその番組やってくれそうな人。ちょっと募集しましょうかね、はい、誰かしら。いないか、まあ、たくさんいるんじゃないですかまあ別にリスナーさんでもいいですし、ちょっと一緒にね番組を盛り上げてくれる人いましたら、うん、ぜひご連絡ください、はい、何かしらの形でご連絡いただければ、うん、まあ、リモートで出てくれたりとかね、まあ、そうですね、でもいいですし、はい、事前にこうあのデータだけ送ってもらって紹介する形でもね、はい、いいですし、まあ、ボイスメモでもいいですしね、はいはい、まあ、なんかちょっといろいろやっていきたいなと思ってるんで、はいはい、これからもよろしくお願いします、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りしました。